北高たる前。現役時代はダート戦で鬼のような強さを発揮。守護馬入りしてからも3区に高いダート適性を伝えて、ダートベタ界でプラスになる守護馬である。はい、皆さんこんにちは。マンケントライモンです。2週間ぶりの動画ですね。はい、先週はちょっとね、私サボってしまいました。申し訳ございません。今日の検証です。ダートベタ界でプラスになる守護馬を買えば勝てる説やっていこうと思います。ではそのダートベタ界でプラスになる守護馬とは誰なんだいといったところですが、こちらです。北高たる前ですね。単勝回収率 108% あってベタ界でプラスになります。まあね、実はねこれね、先週この企画やったんですよ。でトレーダー化もあり、しかも大勝ちしまして、もうね、その日曜日のすぐその夜に動画作ろうと思ったんですけど、まあその金が入ったらですねすぐ使ってしまうこの悪い癖、大金が入ったんで飲みに行って、でですね月曜日の朝起きたら私のやる気スイッチはどっか行ってしまって動画作ろうとしたら、もういざ動画作ろうとしたらね、めんどくせってなってちょっとやらなかったんですけども、今週そのままやります。はい、それでは本日のルールです。9月2日3日のダート戦に出走する北高たる前3区の単勝戦、副賞2000円で勝負します。ですがちょっと対象レースが多いので、トレー高があって面白い方の、まあ土曜日日曜日ね、どちらかを動画にしたいと思います。まあ動画にしなかった日の結果がどうだったかはエンディングでお話しますので、お楽しみにしてください。あとですね、いつもの通り動画の最後に、北高たる前3区の簡単な会場券お伝えしていこうと思いますので、よかったら最後まで見てください。それでは検証開始です。このレースに出走する北高たる前3区は1番人気5番のディアマークス、馬券は5番ディアマークスの単勝1000円、副賞2000円で勝負です。道中後方からレースを進めた大井帽子5番のディアマークス、向こう正面から進出を開始、3コーナーで2番手ぶたがあって最後の直線です。取ったな、これは勝ったな、単勝取ったでしょ。よし、させ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 、いいやば、ちょ古市マジか、お前これ勝てなかったらやばいと思って、ちょっと待って、いやちょっとそのさせてくんな、させてくんな、させてくんな、やめろ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 、4番ダラゼロワール2着に上がりました。マジかお前。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース勝ったのはパイロ3区です。パイロ3区、これからの秋競馬の狙い目はダートの新馬戦と東京ダートの 1600m です。ダートの新馬戦の単勝回収率は 136% でベタ買いでプラスになります。特にダートの 1400m と 1700m の新馬戦では単勝回収率 200% 超えです。東京だと 1600m は単勝回収率 200% 超え。APND 系のパイロ3区ですが、湿った馬場で高回収率なので、よかったら参考にしてみてください。このレースに出走する北高たる前3区は13番人気1番のデーム富士子、16番人気6番の名将ニコ姫、8番人気7番のキュールエスグリの3頭、馬券は1番6番7番の単勝1000円、副賞2000円で勝負です。1番テイエム実行、7番キュールエスグリは後方の位置、赤い星6番名将ニコ姫は3番手の位置で最後の直線です。残ったら熱いけど、どうだ、残してくれ、そのままそのままそのまま残せ頼む、残してくれ、よし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 、前を刺した前を刺した、よしよし、そのままそのまま残せ、そのまま残せ、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 そのままそのまま、よし最後どうか、6番名将ニコ姫、4番サンダルブライト、この2頭の2着争い、めちゃめちゃ興奮しました。いやー、これ嬉しいな。でもね、嬉しいのもう一個あって、これ週末のノートで出してるやつで、馬連の5万馬券と三連複の19万馬券当たってます。まあ頭数だいぶ多かったんですけどね。
はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース勝ったのはシニスターミニスター3区です。過去の動画で札幌ダートベタ返りプラスになると紹介しましたが、この小倉も高回収率です。小倉のダートベタ返りで単勝回収率 94% で高水準。小倉のダート 1700m に限ると単勝回収率 107% プラスになります。ノートでシニスターミニスター3区の馬券活用術という記事を出していますので、よかったらそちらの方も参考にしてみてください。このレースに出走する北高タルマイ3区は2番人気5番のセブンメイクハピー、15番人気9番のトーアライラックの2頭、馬券は5番9番の単勝1000円副賞2000円で勝負です。黄色い星9番トーアライラックは候補してたの一角、赤い星5番セブンメイクハピーは2番手の位置で最後の直線です。いやもう9番ダメだな。じゃあ頭でお願いします。5番5頭。いやダメか、刺された。じゃあもうそのキープで。うわーそれは大丈夫。うわー大丈夫そうだな。いやでもこれはガミだな。残っても、いやちょっと待った、ちょっと待った、残せ。やめろやめろ、残せ。もう危ない。危ない。まあでもガミです。6番のバンドネオン、5番。このレースに出走する北高タルマイ3区は12番人気12番の北高ソムニウム、2番人気15番の名勝宝泉の2頭、馬券は12番15番の単勝1000円副賞2000円で勝負です。緑の帽子北高ソムニウムは3番手の位置、ピンクの帽子15番名勝補正は5番手までポジションを上げて最後の直線です。北高ソムニウムめっちゃいい感じじゃないの。よしよしよし、来た、させ、よし、でかい、これはでかい、マジで。残せ、もうそのままでいい。やめろ、名称、やめろ、お前、センター仲間だ、やめろ、来るな、やめろ、仲間だって。なんでお前、仲間さすんだよ。当たったけど。また前回の動画に引き続きですね、パーティーアタック食らいました。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース2着に入ったのはリオンディズ3区です。リオンディズ3区、今週から始まる秋競馬では阪神ダートで注目です。単勝の回収率はマイナス収支になってしまいますが、副賞の回収率は大幅プラスになります。2桁人気もバンバン馬券圏内に入れてくるので要注目です。リオンディーズのその阪神の動画は過去の動画でやっていますので、よかったらそちらの方を見てみてください。このレースに出走する北高タルマイ3区は5番人気13番のリッチハンター、馬券は13番リッチハンターの単勝1000円副賞2000円で勝負です。オレンジの帽子13番リッチハンターは4コーナーまくれ気味に進出、ポジションを4番手まで上げて最後の直線です。で直線に向いています。強引すぎないかなこれ。前2頭、止まるなよ、止まるなよ、伸びろ。あー頭は厳しいか。いやーじゃあ3着キープ、大丈夫だね、大丈夫だね。他来ないね、今回は他来てるな。ちょっと待って、止まって、お願い、そのまま残してきて。あーダメだ、あーまたそれよ。もう何回目よこれ、4回目5回目です。それでは北高タルマイ3区の超簡単な会場券お伝えしたいと思います。ダート両馬場ならワンターン、湿った馬場なら周回コースと覚えるだけで簡単に勝てます。ダートの両馬場のワンターンの単勝回収率は 175% でプラス、ダートの重馬場の周回コースの単勝回収率は 160%、 やや重は 103% でプラスになります。もうこれを覚えているだけでだいぶ勝てるんで、よかったら参考にしてみてください。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日の検証、ダートベタ買いでプラスになる北高タルマイ3区を買い続けたら勝てるです。先生一緒でございます。はい、ありがとうございます。
動画にしなかったね。土曜日どうだったかと言いますと、単勝26倍の馬が勝ちまして、あと単勝7番人気の馬が3着に入って勝ったんですけども、まあね、俺は皆さんのことをよく分かってますんで、俺の勝った馬がゴール前で刺されたりとかそれ用になるの方が皆さん好きでしょ。そうだから日曜日の方を動画にしました。まああのお小田の前作はねえ、ダートで買い付けたらガラスになって儲かるシボバで、夏も調子がいいシボバなので、まあ、今回は安牌企画でした。これからも動画頑張って上げ続けていきますので、皆さんこれからもよかったら見てください。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。